どうも皆さんこんにちは、ノーアンです。ということで今日のロブロックスはソニックになって広大なマップの中にあるね、7つのカオスエメラルドを探しに行くゲーム、ハイパーソニックやったりね、ダークソニックなんかにもなれるソニックユニバース RP というゲームやっていきたいと思います。ソニックのゲーム好きな人はチャンネル登録と高評価もよろしく。さあやってまいりました皆さん。このゲームいろいろなソニックになれるよね。ここに映ってるやつほぼ全てのものになれて、そのキャラクターに応じたねタスクが用意されてるんですけど、今日はやっぱりかっこよくない、このエクリプスとかさ、ジェムエル、エメラルド、超かっこいいキャラクターいっぱいいるんですが、今日はやっぱりソニックを使っていきたいなと思います。よし、かっこいいソニックになりました。このソニックやと、ここにいろいろタスクが用意されてて、ここの穴に開いてるカオスエメラルドをマップの中から探して、あとこの4つのね他のソニックにもなれる、変身できるという感じのゲームになっております。さあじゃあやっていきたいと思います。このねもう超広いこの世界からあのカオスエメラルドを探しに行くっていう感じのゲームなんですけど、すごくない？これなんかめちゃくちゃさ凝ってない？ほらほら、いろんな場所行けたりするよね。その中からちっちゃいちっちゃいねカオスエメラルドを探さないといけないんで、ちょっと大変なんですけど、こっち行っていこうか。こういう場所とかはおそらく目に見える建物すべて入れるよね。しかもこのゲームはこの広大なマップからさ、カオスエメラルドのちっちゃいやつ見つけるのさ無理じゃないか。さすがに無理だと思うけど。おお、これすげえ。しかもこれなんかダッシュとかもできる。あ、これダッシュとかもできるんやね。ということでみんな、この巨大なマップから小さいねカオスエメラルドを見つけるのはね困難だと判断し、私調べてまいりました。ここをまず行きます。まずはね7つサクサクと集めていきたいなと思います。この中に行ってるのはこのプールのところに横にある、あ、見つけた見つけた見つけた、あそこの奥に1つ、ここに1個あるよね。こんなちっちゃいやつさ、この巨大なマップから探さないといけないんよ。無理じゃないか。これで青色のブルーエメラルドをゲット。おお、なんか光っていく。かっこいいね。まずは1つ目をゲットしました。よし、じゃあじゃんじゃん他のエメラルドも稼いでいきたいと思います。あとはねここだ、ここのマークのとこに行くとなんか新しいステージに飛べるらしいよね。ほら、うわ、来た来た来た。さっきまで俺たちここら辺にいたんかな。ここでワープできるらしいよね。やばくないこれ。マップがねめちゃくちゃ広いんよ。でここのなんかとんでもないところのらへんに1つあるんよね。ちょ、そこらへんはどこにあるかわからないんですけど、このマップの中に1つあるという情報だけ私仕入れてまいりました。よしよし、ここの中のどこかにあるので、あ、いた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 。しかしここでゲットできるのは黄色のエメラルド、これを装着すると体が黄色に光ります。すげえかっこよくない？なんかソニックなんか髪の毛がなんかボコボコになってるけど大丈夫かなこれ。なんかこのゲームねちょっとバグ多いんやけど、なんかエメラルド持ってんのにここには表示されてないね。で続きましてはね、ここに入るっていう場所があるんやけど、ここに入るとなんか超豪華ななんか待合室みたいなとこに行って、ここの上上がると、あ、これだ、電車だ。電車乗るとなんかねほら新しい場所来れるらしいよね。でここの場所に一つあるらしいの。これめっちゃ広くない？マップこれ探すの無理よ絶対。でここに一つ青いカオスエメラルドが存在しています。ありがとうございます。あれ、青はゲットできたのになんで黄色はゲットできてなかったんだ。シアンエメラルドゲットしました。かっこいい。ちょっと待って、なんかさっきのじゃあ黄色のとこ戻ってみようか。あ、来た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 。なるほど、これソニックが体に触れないといけないんや。これでゲットした判定になるんだ。オッケーオッケーオッケー、いい感じに集まってきてるんじゃないか。このシアンエメラルドをゲットしたところまで戻ってきたんですが、ここにねまだ一つ残ってるらしいよね、エメラルドが。ここの階段の上とかやったけど、なんかここ怪しくない？ここ行ってみようか。ちょっと怖いな。待って、なにこれ、バグじゃないですかこれ。もうまた集め直しですか僕。今の絶対さ、な隠し通路かなんかと思ったのに。よしよしよし、シアンのところまで戻ってきました。このゲームねとんでもなくバグが多いから、マジで注意していかないとね。もうねやっぱ決められたルート以外行ってはいけないね。ここら辺に1個あるはずないよね。どこだ、ここら辺に、これか、いや違うか、これなんだ、いや違う、これ普通にあれだ、テクスチャのバグだ。あたたたたたた、これ来た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 。ここにさらに白いエメラルド、あ、やばい、びっくりした、またバグったかと思った。これをゲットしていき、これはグレーのエメラルド。かっこいい、かっこいいか、いやごめん嘘。そんなにかっこよくないわこれ、ただ白く光ってるだけだ。ただもうすでに4つのエメラルドを確保している。マップに戻ろうか。え、なにこいつ、めっちゃかっこいいソニックいる。かっけーこれ。よし、じゃあ次緑のカオスエメラルド、ここはね最初俺が行ったところらへんにあるらしいね。やっぱりね俺のね勘は鋭かった。ここの超豪華な場所、この超豪華な場所、これ中に入らずにここの奥に行くとここらへんにあるらしいよね。あ、あったあったあった、これか、エメラルドの上のステップ、これをゲット。オッケーオッケー、ゲットしました。これでグリーンエメラルド獲得。いいねいいね、
なんか体に埋め込まれてるが、これ超かっこよくない？よし、みんな結構集まってきて、もうあと一つなんよね。ごめん、あと一つじゃなかった、あと二つだ。次のエメラルド、これはね、なんかこの公園の近くにある、ここら辺かな、あ、これら辺かな、この裏に、あ、そうだ、これこの裏に秘密のルートがあるらしいよ。で、ここに入っていくと、何やら黄金の間にたどり着きます。黄金かどうか分かりませんが、うん、何これ、うん、ここの奥にあるらしいんやけど、なんだ、こんな怖いの、これ怖すげえこういう時は恐ろしいので、しっかりとカオスエメラルドに照らされていこう。グレーのエメラルドで光っていきたいと思います。光ってみた。ちょ待って、うるさいな。でもこれなんかエメラルドするとすごいうるさいんやけど、これなんかキーンとか言ってる。なんかすごい、あぶね、なんかすごい場所やな。こんな怖い場所ソニックにあったっけ。あ、こっちか、奥まで行けるか。いや、奥まで行かない、これ怖いな。ちょっと待って、助けて。ああれ生き残れるんかーい。よしよし、じゃあゆっくり行こう。ここに、あーたたたたたたた、このステージに一つあるらしいよね。きた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 、これなんだ、あれれれ、ここのステージまだ続くのか、怖い怖い、なにこれ。さあ、お、なんだこれ、なんか闇の祭壇みたいなの来た。あ、すげえ、あ、なんだなんだなんだ、なんか光始めた。待って、これが緑のエメラルド、なんだこれは。我覇者なり特に何も起こらないね。でもこれみんな、さっき俺こっちのね隠し通路みたいに入ったんやけど、ここらしいね。なんだなんなんだこいつはこいつ何、お、何、ひっかかき始めた、光り始めて見た、怖いんやけど。でこっちに行くとまた新しい場所に来れるらしいよね。でこの奥にあるらしい新たなカオスエメラルドが、極秘の情報 CIA をハッキングして、私は手に入れた情報によるとこの奥にあるらしいんですが、まだ見当たらない。さあ、この辺が結構奥の方まで来てるか。あった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 、これかな。来た、これがいただけるのはパープルエメラルド、パープルに光ったソニックです。これが、これで6個集まったので、おそらく何、ちょっと待って、なんかこのさ、ブルーエメラルドだけさ、なんかフォントというか、なんか扱いひどくないみんな光ってるのにブルーだけなんかちょっと全然光ってないんやけど、これで集めたらハイパーのソニックになれるらしい。よし、じゃあハイパーソニックになっていきたいと思います。さあ、どうなる。お、なんだ、おお、あー、ちょっと待って待って、なにこれ、すげえすげえ、みんなハイパーソニックになりました。超かっこいいんやけど、これが俺の本当の力ということか。一応なんかハイパーダッシュとかも使えるよね。お、なんだ、ハイパーダッシュ来た、なに、あ、ハイパーダッシュ来た、あ、ちょっとな変わらないやん、音が追加されただけやねんけどなんかまあいろいろゲットできたね。でも超かっこいいね、これハイパーソニック。よし、じゃあみんな、このソニックの状態でさっき俺がね、行き間違えたここのステージの奥にたどり着くことができるとカオスエメラルドがあるらしい。かっこいいね。ちょっと目がチカチカするから、でもハイパーソニックちょっと嫌かもお、なんだ、あ、すげえ、これ超ダッシュできるやん、このハイパーダッシュ。他のソニックもできたけど、かっこいい、うらーっここら辺のどっかに、あーたたたたたい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 た、ここです皆さん、ここに新しいカオスオーブがあります。カオスエメラルドか、これがラストになるんじゃないかな。赤色のレッドエメラルド装着、いいね、かっこいいね。これでまた新しくね、ここら辺が解除されたんで別のソニックになれるらしいよね。よし、じゃあ初期マップ帰ってきました。ここでハイパーソニックやったからスーパーソニックになっていきたいと思います。さあ、どうなる。お、すべてのエメラルドが我が力におお、すげえかっけえ、来た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 、これが新しいソニックの力。カオスコントロールとかしてみる。カオスコントロールどうなんだ。お、カオスコントロール来た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 、お、消えてく、消えたんやけどえ、カオスコントロールって消えるの。カオス再生、さあどうなる。これは、お、おお、キエンザンみたいなの打てるんや、かっこいいな。やっぱりソニックはマジ超かっこよくない。ソニックっていう存在がそもそも、なんだこいつら超かっこいいやけど、え、こいつ、このキャラたちってさ、本当にさ、ソニックにいるの、こういうキャラたちって。あ、まずい、あ、やばい、うわうわ、やっちゃった、俺もうエッグマンネガになっちゃった、もう最悪だここに入るとこのキャラクターになっちゃうよ、ここに書いてるキャラクターに。うわ、俺のカオスメラルド全てなくなった、最悪、終わった、マジで。もうまた探し直さないといけないもうよし、みんな集め直してきました。 2,4,6,7 個あんね。ここの2つ開けていきたいなと思います。1つはね、ダークソニックらしいんやけど、この奥になんか、あれ、あ、ちょっとこっちじゃない、ここの奥に存在しているらしいね、ダークソニックは。ここら、あ、いたこんな近くにいたのか、ダークソニック、お前いた、ゲット、あ、できてる、ダークソニック召喚、 What? は、おお、なんだ、うわー目ん玉が2つに増えてますけど
すげえ、でも超かっこいい。ちょっとこのオーラを消して、うわダークソニックすごい悪そうな顔して、なんかでもシャドウみたいな感じになっちゃったな。ダークスピードあるん、ダークスピード、ダークスピード、おーなんだ、おおハエみたいに飛び回ってるいいねいいね、これが俺のダークモードらしい。もしかしたらここに来るとこのハイパーソニックって解除できるのかな。あ、やっぱりそうだ、ここに来るとハイパーソニック解除できるんだ。なるほど、これ石集めるんじゃなくて場所を来ればここら辺は解除できるって感じだな。じゃあラスト1個見つけていきたいと思います。ラスト1個はですね、最初の方に行ったところにあるらしいよね。ここかな、ここで入るをしておいて、この奥の洞窟があるらしいよね。あったあったこれだ。でこの中に入るためにこれが必要らしいよね。このなんかキーストーンみたいなのを持ちながら、よし、あ、てかこれいらないんやったっけな。確かこれは別のなんか実績解除みたいなの使うらしい。ここら辺の奥に、あ、来た、これかな、ここの、うわ、これに入ると新しいソニックの力が解放される。あ、来た、もう解放されてる、なんだろうここの近くに近づくだけでいいんだ。じゃあ見せ散らかしていきたいと思います。ウェアホッグ、ソニックザウェアホッグっていう狼になれるバージョンやね、今回は。あ、来た、おお、うわきちゃ、おぉかっこいい。こいつも力、ハンマーだったっていう技があるんやけど、何これ、おぉハンマーだった、これが。ハンマー、なんだ、どうした、この子。どうした、大丈夫か、お前。とんでもないことになってるぞ。ハンマーだった、もう一回やってみる、じゃあ。ハンマーだった。おぉ腕伸ばして攻撃だな。じゃあ、なんか、解き放つしてみる。解き放つ。おぉなんだ光っただけ光ってみたってやつと。まあこのゲームこんな感じでソニック以外にもいろいろキャラクター使えるんですよ。例えばね、ほらみんな大好きシャドウとか、バーチャルリアリティシャドウ、カオスナイトメアモードも、チャオにもなれるやん。チャオにもなれると合図、あ、なるほど、可愛い顔できたり、エモーション、あ、エモーションでこれでなんかぐるぐるぐるってなったりとか、びっくりマーク出したりできるんや。よし、じゃあみんな最後はこのエクリプス使っていきたいなと思います。めっちゃかっこよくない？ダークレーザー、カオスコントロール、おお、カオスコントロール、あ、これカオスコントロールって消えるんだ、本当に。どのキャラが使ってんの？スマイル、あなんかちょっと出た拳、あ、これ腕変えるって感じか。顔も、あ、ちょっとキリッとした感じね。ダークアーム、レーザーパワー、おお、かっけー、翼の形、おお、こんなバージョンになるんや、すごいな。俺の知らないソニックいっぱいいる。モンスターか、なんだ、うわこれさっき見つけたやつだ、すげえ。これどのソニックに出てくるの、このキャラクターとかって。ということで、このゲーム皆さんめちゃくちゃソニック愛を感じるゲームでした。楽しんでくれたら高評価とチャンネル登録もよろしくってことで、また明日、バイバイ。